お、ヤッホー。こんにちは。夢まか不思議世界、ようこそ。拙者、仁左衛門。仁左衛門、山田長政。仁左衛門の連れの、成田高兵衛だ。ちょっといろんなことを喋ってくれって言うたんで、話をさせてもらう。いいかな？まず言いたいのは、なんか館長がなんでああいう歌を選んだかって言ったら、タイにチェンマイワジっていうなんか連れがおるらしいな。それと仁左衛門さんが静岡出身で、なんかみかんちゃんっていうもんらしいな。なんか郷土も兼ねてやると。で、それをやっていくと普通、まあこれが長政さんっていうかな。長政さんだけでは面白くないんで、切り口を変えて、拙者は家康の野望について述べていきたい。こういう切り口は誰もしないと思うんで。だから、まずね、長政さんのことを言うのはちょっと置いておこう。みんな不思議に思わないか？家康の野望。って思いませんか？家康は石橋を叩いて渡ろうと思ってまへんか？ちょっと歴史を振り返るとね、1603年に、天下分け目の、1600年、天下分け目の関ヶ原があって、1603年に、家康さんが江戸幕府を成立させたんですよ。でも、あの田中親父はね、怒られるけど、たった2年ですよ。たった2年で、秀忠に、バトンタッチしてるんですよ。で、自分はどうしてるかって言ったら、駿府城へ、居城ですよ。駿府城へこもって、いろんなことがあるんですよ。これがミソなんですよ。1803年から5年。彼がくだばんのは、1616年ですよね。シェイクスピアと一緒で、いろいろ人殺しで、最後のいろいろだけ一緒やで、みたいな。で、75歳まで来たから逆算しろ、みたいなね。一番だから、成功者としてみたら長生きしてる、谷川栄治おっちゃんですわ。で、我らはね、はっきり言うてね、関ヶ原の戦いの負け組ですわ。負け組っていうのはね、どういうことかって落ち武者になるんですよ、落ち武者。浪人ですわ、浪人。我らと、そのキリスト教とかは、迫害を受けるんですよ。1612年に、信長、秀吉さんの延長で、信長藩は、キリスト教いらんって言うんですよね。お、ちょっと待てよ、みたいな。と言うときながらね、館長から見てくれたんけどね。覚えてますか？伊達政宗。伊達政宗って、長谷倉常長っていう自分の子分をメキシコへ経由でローマ皇帝に今日会いに行ったのを覚えてますかね。それが1613年なんですよ。長政さん、日本出発したのは1612年なんですよ。これ1590年で、秀吉さんが天下統一した年に生まれてるんですよ。で、30年死ぬから40歳ですよ、40歳。だから、23ぐらいの時に、これ、朱印船って言うんですよ。朱印船貿易。1604年から、1604年から、朱印船貿易を始めるんですよ。これ、今までのね、日宋貿易とか、勘合貿易と何が違うかなんですよね。趣旨が全然違うんですよ。
これあんまり学校で教えないけどね、植民地化政策なんですよ。どういうことを言いたいかって言うたらね、みんな鎖国やからどこも交易がないと思ってるでしょ。ね。まずね、こう、本当はこれ長政さんの、あゆだよから軍神やって言われてすごいよ、みたいな。ってやりたかったんやけど、こんなんね、誰かがずっと見たらね、そんなに変わらないんですよ。そして、ほとんど日本人が解説してるやつは、日本人が書いた、明治末に日本人が書いた山田長政。山田長政っていうのはね、タイの小学生の教科書に出てくるんですからね。当然、タイは親日家やから栄養に書いてるんですよ。ただ、いろんな作家が山田長政をすごい評価してるんですよね。でも、切り口変えて、イエスの時代に戻るんですよ。じゃあなんで、最初、感じもたらしいですよ。なんで、長谷倉綱長が、最初こっそり言ってたと思うんですよ。天下を統一するためにこっそり言ったみたいな。え？で、数々専門家に聞いたらあんまり詳しい答えが返ってこなかったんですよ。でも調べていくとね、家康に許可を取ってるのが出てきたんですよ。え？なんで家康に許可取ってんのに、ローマ教皇に会いに行くのを許すねんって思ったそうですわ。確かもそうなんですよ。だってその前に天皇少年使節団っていうのは、あの九州の大名がみたいな、あれは貿易がメインでみたいなね。1612年ですよ、長政さんは長崎から社名行ったんね。もうその時にはもう仁王町があるんですよ。でもその翌年ですよ、翌年に伊達政宗の長谷倉綱長、しかも長谷倉綱長って身分低いんですよ。何かあっても死刑されても大丈夫なように。わざと身分低いやつを出してるんですよ。あ、わかります？身分そんなに高くないんですよ。だからよう言いますが、伊達政宗がもう少し早く生きてたら、接しなきゃ違うと思うんですよね。伊達政宗は、秀吉の時には逆らってばっかりしてるんですよ。なんで、これ声、なんで行かなあかんねん。家康にやると、はい、わかりました、早い早いって。態度は豹変してるんですよね。なんかみんな、伊達政宗かっこよくと思ってるけど、全然違いますよ。彼70まで来てるけどね。68、9まで来てるけど、実際、家康の時、確かにね、東北ではだんだん強かったかもしれへんけど、中央と比べると、兵みたいなんですよ。それで小田原の時に遅かったりとか、どうこうで、いろいろ反省して、もうイエスべったりですわ。まあそれを置いといてですよ。じゃあさっき言ったようにイエスの野望って何なのかみたいなね、これですよ。イエスの野望、恐るべしなんですよ。植民地化政策なんですよ。これきっとみんな耳を疑ってください。なんで鎖国とちゃうのみたいな、出島が鎖国と違うのみたいな。これかってちょっと言ったかな、島原の乱の時に知恵伊豆がポルトガルに、あ、オランダに協力してみたいな、みたいな話しましたか。鉄砲撃ってもうてみたいなね。だからそういうこう目に見えへんこう暗黙の了解があるから、出島でオランダ船だけが行けるんですよ。スペインあっちゃいけ、ポルトガルあっちゃいけみたいなこと。知恵泉してみたら島原の乱、鉄砲撃てもだから分かったみたいな、ちょっと負い目があったんですよ。まあ話コロコロ飛ぶけどね。じゃあ何かって言ったら、きっと今からちょっと歴史好きやったらちょっと衝撃受けると思いますわ。どう衝撃受けるかって言ったら、朱印船貿易って1604年に始まってるんですよ。朱印船貿易やってるにもかかわらず海外渡航禁止ですよ。まあ言うたことあるでしょ。特別に
スペインだけは、平替え来てもええよ。だけど断られたみたいな。そしたらアウトやみたいな。なら、あれの、伊達政宗が、じゃあうちとこで船修理してもええかなみたいな。わかったみたいな。そして船修理しようだけやなしに、自分らもメキシコ行くんですよ。なんでかってメキシコ行くってことは、銀の生成法を学びたかったんですよ。太平洋経由でね。で、まあ、話あんまり飛んだらあかんけど、この長政ちゃん、ね、長政ちゃんは、1590年っていうことは、イエス、秀吉さんが天下統一した時に生まれるんですよ。10歳の時に関ヶ原ですよ。ということは、1612年やから、22歳の時に長崎からシャモへ向かっていくんですよ。朱印船で。言うとくけどね、彼は、めちゃめちゃ地位が低かったんですよ。どうしたかって言ったらね、徳川の家臣の大久保氏ところへ、カゴ書きになるんですよ。カゴ書き。写真ない、ないやろな。カゴ書きで雇ってもらうんですよ。多分ないな。ないな。カゴ書きで雇ってもらうんですよ。ないな。ない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 な。あかん。あれだ、これ。わかります？大久保の家来のところに、各カゴ書き。で、宿ってもらうんですよ。よしよしよ、みたいな。でも、待て待てって。俺できたら、その、戦いで手柄も立てたいし、あの、中村さん、身長結構高かったんですよ。だから、頑張って、武士になりたいっていうよりも、手柄を立てたいやったんですよ。で、どうしたかって言ったら、これ。家康がどうしたかって言ったら、奴隷貿易するんですよ。わかります？奴隷貿易。この奴隷ってどんなんか、普通の働けへん奴隷じゃないんですよ。侍奴隷なんですよ。義勇軍です。義勇軍の武士売買しますよ、みたいな。あ、言うたや、いいですよ。日本人何人いるの？はい、みたいな。はい、どこどこ？これは、あ、言うたやがね、一番予算言ってんですよ。第36回言ってんですよ。1604年からね。4年から、死ぬ16年の間に、タイへ36回ですよ。船が160隻くらいあるんですよ。この朱印船の船ね、書いてないかな。朱印船の船びっくりしますよ。普通のちょんちょんじゃないんですよ。朱印船、ちょっとその絵もあったら、コロコロ飛ぶけどね、ありえへん、ありえへんのちょっとこう、ほんまかいなと、耳を疑うことをちょっと言いたいけど、ないなぁ、なんての。あれ、もうなかったのかな。ないなぁ。待ってくださいね。朱印船。書いてないかな。まあ、ええわ。とりあえずね、この朱印船、160隻ぐらいあるんですよ。160隻ですよ。そして、タイ1万いってるんですよ。あゆたや。36回。それ、タイにちゃんと記録があるんですよ。誰々が聞いた話じゃないんですよ。なるほどなぁ、みたいな。タイにちゃんとあるんですよ。56名、傭兵として、みたいな。でもこれ、オランダが書いてるやつはね、日本人傭兵奴隷って書いてるんですよ。書物に残ってるんですよね。で、家康自身が、それもちゃんと書物残ってます。大学教授がちゃんと書いてるやつやねんけどね。これがね、これ見てください。これ、家康が来年から駿河の南へ城を作れって、ちゃんと、書物もちゃんと書いて、残ってますから、ありますから。日記風のにちゃんと、これ、駿河もっと上なんですよ。駿河からもっと下へ作って、城を作ってるんですよ。今でいう空港ですわ。空港の横に城があるみたいなもんですわ。
大きな船がここへ入ってこれるように。なんで朱印船貿易、これは朱印船への頃これで行ってええよっていうやつですよ。看護貿易合わせるみたいなね。え、鎖国とちゃうのでしょ。じゃあなんでかって言うたらね、普通見てみよう、オランダがウィリアム・アダムスとヤン・ヨーゼンとミューラ・アンジン雇って、まあオランダやってんけど、スペインとあんた交渉してくれよって、スペイン作り方も教えてくれへんかって、その熟練校も貸してくれへんかったからみたいな、もうええわみたいな。じゃあ日本はね、鉄砲伝来、以後養蚕鉄砲伝来、1543年に鉄砲伝来した時ってね、種子島時高って当時18歳なんですよ。日を買うんですよ。今の金額で言ったら4000万、8000万、8000万、1兆4000万ぐらいですよ。それを1個島津藩に預けて、1個は大阪へ持ってくるんやけどね。世渡り上手なんですよ。日本はそれを作るのがすごいうまいんですよ。ところが火薬になる硝石がないんですよ。日本は鉄はあるけど硝石がないんですよ。家康はしてたんですよ。シャム、タイ、タイには硝石を産出できるんですよ。硝石が豊富にあるんですよ。だから普通に、そのカゴかけが行ったぐらいでは絶対そんな成り上がらないんですよ。どういうことかって言うたら、家康の配下の下で、タイ行く人はーい、アユタヤに売られるんですよ。アユタヤの奴隷として売られるから、はい、でも奴隷じゃないですよ、義勇兵ですよ。わかります？じゃあなんでアユタヤがお金を出して義勇兵が欲しいか、隣のビルマと戦争してるからなんですよ。ビルマと何回も戦争してるんですよ、何回も。その時に武器もそんな日本みたいに上手な刀を作らんしみたいに考えたんが、どうしたか、ムエタイなんですよ。ムエタイってキックボクシングみたいな空手みたいなやつありますよ。あの時に流行ったんがムエタイなんですよ。だから必要に迫られてなんですよ。必要に迫られてムエタイとかね、あ、これですよ、ムエタイみたいなね、こんなんを武器がない、だから兵士がいても武器がないならばみたいな。で、山田長政らが来て、まあ見よう見まねで作り方してますが、日本の刀の作り方全然違うんだからね。そして頑張って作ってみたいな。で、今ね、山田長政の話はそれでするけどね、まあ時間があれば。今言うのはそれで、ムエタイとか、で、長政がすごい頑張って力を発揮するんですよ。ムエタイもね、12年について18年ぐらいで仲良くさせたりとか。で、長政がすごいのはね、知ってますよね、世界で一番強かったのはスペインのアルマダ、無敵艦隊言うて、めちゃめちゃ強かったのをイギリスがぶち破ったみたいな。これ1588年ですよ、覚えてましたね。以降幅利かす、日本で言ったら刀狩りの時に、イギリスが世界の最強と言われる無敵艦隊1588年に破ったんですよ。なんと長政ちゃん1621年から23年にかけて2回無敵艦隊打ち勝ってるんですよ。わかります？どういうこと？無敵艦隊を山田長政がやっつけてるんですよ。ちょっと理解できへんと思うけど、艦隊を燃やして全て崩壊させたんや。燃やしたん、これスペインの艦隊、わかるかな？無敵艦隊っていう艦隊、めちゃめちゃ強くても中から燃やしたら燃えるやん。2回とも燃やしたんですよ。で、スペイン諦めて帰ったんですよ。だ当時日本、オランダとか日本関係あるでしょ。オランダも貿易だけが商売うまいんですよ。そのオランダがあかん、これ語れへんわと思って、東インド会社のアユタヤ支局撤退するんですよ、オランダが。
オランダが撤退して、スペインが撤退して、まあスペインとポルトガルって結構仲良しやったからね。それ撤退するんですよ。みたいな感じで、山田長政が当時の、アユタヤの王さんにすごい気に入られるんですよ。なんとなく見えました？それから山田長政入っていきたいねんけど、だから要はな、要は、まず、秀吉がやり、徳川家康がやりたかったことだけはちょっとやりたかったいいんですよ。日本義勇軍の軍旗、これね。で、これを売るんですよ。わかります？日本義勇、これはまだ、大変なことやな。これやった後ね、よし、じゃあ今から、わかりました？で、書き直せ。1605年から23年が秀忠ですよ。家康、秀忠が23年までです。で、その次の家光、23年から51年ですよ。ほんだら、もう家康は16年に死んでるから、寛永の鎖国って1639年に終わるんですよ。それとか書いてある。色作でね、もう、外国とは来たらあかんやつね。それちょっと書いてるから見ようかね。書いてる。これ学校で習うやつは1639年に鎖国完成って習うはずなんですよ。でもそれだけ聞いとったら、なんや、海外から来るからちょこ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 、あ、これ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 ね。ほら、今ここで作って、みたいな。これ大学の偉い先生が書いたんですよ。その古文書をもとに。で、想定したやつ。想定したやつがこれなんですよ。幻の、これ、駿府城ですよ。幻の城。みかんちゃん、調べて。静岡県で、山田長政のお祭りやってるから。何やったかな。朝まで書いて、宣言通り、宣言寺通り、宣言神社ってですよ。あれ、普通は朝間さんのあの朝間書いて、宣言通りっていう、なんか、あの辺でなんかやってるみたい。復活させましょうみたいな。山田長政の、調べててね。で、チェンマイ王子はまた、これはもう、2回ぐらい行ったけど、あ、今日本人館なんかなかったからね。石碑があって、ちょろちょろっとあったら、3回ぐらい行ったんかな。もう、拙者も行ったことあるけど、館長も行って、何もなかったよけど、今はちゃんと、博物館があるみたいですよ。ね。んで、これ、イエスの野望なんとか分かりました？ええー、みたいな。だから、細かいことまで、秀忠も、家光も知らんから、終戦の適当に終わらせたんですよ。平和やったから。でも、家康は、植民地化を作ろうと思ってるんですよ。かつて、イギリスがやったように、かつて、スペインがやったように、かつて、ポルトガルがやったように、を夢見たんですよ。多分これを最初にやろうとしたのは信長やと思うんですよ。まあ話長くなるけどね。で、そんなんイエスやりそうにないですか。どういうことかって言ったら、秀吉の時は内輪のことはどれ、外のことは誰誰みたいな、外のことはみたいな、千利休に聞けみたいなと同じように、イエスはうちのことは秀忠、外交のことは自分が頑張ったんですよ。植民地を作ろうと思ってたんですよ。すごいでしょ。こんなんどこ触っても出てけへんでしょ。それちゃんと書物があるんですよ。書物があるから。そして大学の偉い先生も、これ大学の偉い先生が調べて寸譜帳を書いて予想通りやったんですけどね、作ってないけどみたいな、いうのを頭にどこ置いてください。じゃあ今から簡単にまとめたやつを話していきます。これは別に当たり前のことやねんけどね、当たり前の話を言いますわ。どういうことか言ったら、22歳で渡った。だからね、当時日本人町ってあるんですよ。3000人ぐらいいるんですよ。全部で。3000人ぐらい。要するに娘さんも嫁さんも、義勇士も全部入れてね。だから普通に行ったの違うんですよ。だからキリスト教とか、だから高山右近なんかもそうですよ。行ってすぐに死んだけどね。
要するにキリスト教日本でアウトやから海外行こうか、浪人もう主君アウトなんて思って土地もないしどうしようかな、かといって戦いしたいし、戦いのためって命ぐらいかけてもええし、義勇軍奴隷なんですよ。でもオランダにははっきり義勇軍奴隷って書いてあるからね、えみたいな。だから長政は日本に雇われて行ったわけじゃないんですよ。アユタヤに雇われて、そしてアユタヤの中で貿易をしてて、貿易もすごいんですよ。硝石をすごい予算日本入れてるやってるからね。硝石とかね、あと鹿の皮とか、サメの皮、それからこれ刀のこれですわ、拙者が持ってるこれ、この絵になるんですよ。これを輸出ですわ。だから貿易商人の顔をしながら義勇軍なんですよ。だってなんでそんな強いねん、なんでそんな強い、おかしいやろ。違うんですよ、要はバックに家康がいるからなんですよ。じゃあなんでそれがわかるかって言うたらね、神社行って絵馬ってやるでしょ。絵馬、絵馬ってなんでやるか言ったらね、うまいこと悩み、あな望み事が絡んだらありがとうございますってするのが絵馬なんですよ。その絵馬が、彼が送ってる絵馬があるんですよ。だからね、その時来てたわですからね、ほら忍左衛門っちゃう、忍左衛門だの、これはほら山田は織田の別姓、面白いでしょ、なんかこれとかね、これですよ、これ山田長政奉納ですよ。奉納っていうのは江戸幕府にありがとうって、これ秀忠に向けて送ってるんですよ、山田長政が。わかります、言ってること。普通に言ったら送るわけないでしょ。これは当然あゆたまの王様も知ってるんですよ、交易したいから。だから山田長政が行って、その牛兵ってね200-300人なんですよ。それの28年の時長になるんですよ。どう長になるか言うたら、スペインの艦隊を2回とも撃退した、それで長になるんですよ。義勇軍の、日本人の義勇軍のトップになるんですよ。ただに強かったからどうこうじゃないですよ。みんなそういう全体を、なんでそんな強かったちゃうんですよ。後ろに徳川幕府がおったっていうのをみんな忘れがちなんですよ。だって籠垣がなんで強いねんでしょ。ちゃんと後ろ盾がいるんですよ。これは学校で教えてくれへん。これいろんな日本人がバとかいても美男になれねんですから、そんな後ろでこの操り人形やったら実は奴隷やったってダメですが、だから書かないだけなんですよ。だからそんな中略したやつを火炎で読んだってダメなんですよ。俺今から喋る話はオランダの記録に残ってることなんですよ。そのオランダってほら当時ずっと攻撃やったでしょ。で長政がスペインやっつけてもうたから、オランダ、俺らも怖い、あかんあかんあかんって撤退したんですよ。それまでの記録ですよ。ただね、その記録はね、長政が1612年に来たよりもっと早くなってるんですよ。だからどれが正しいかちょっと古文書やから、ちょっと曖昧なとこもあるけどね。だから切り口としてみたら、まず当たり前の降りて、で籠書きしたみたいな。それから書院選、これ1604年に衆院選出してるから、で長崎経由で台湾でシャム行くんですよ。で日本人町の傭兵になって後にドンになるでしょ。これなんでドンになるか言ったら、スペインの艦隊を2回やっつけたから、だからなんですよ。衆院選貿易見せて、1604年から16年ですよ。先言ったように東大の東大記っていう記録ですわ、これにちゃんと残ってるんですよ。駿府城より南へ築城って、ちゃんとそれを大学の先生が交渉してさっきの絵描いて場所も制定したんですよ。ちゃんとこれ残ってるやつですから、イエス自身が描いてるやつですから。で空港のようなお城ですわ、そっからどうこうできるみたいな。そして内政は秀忠でしょ、内政は秀忠、外交はイエス自分がしたんですよ。だからそんな、え、家康が植民地政策を考えとったならへんでしょ。これが
もう違った切り口。これデータ並みに言ってませんからね。さっきのお城なんでやねんみたいな。俺書いたんちゃいますよ。大学の偉い先生が校章を元して書いてるんですよ。ね。これ明治21年かなこれ。で次、当時ね、浪人って11万人があったんですよ。11万人。関ヶ原で西軍で負けた殿さんはどうかね、あと11万人おったんですよ。ね。そして、お前ら来るか？はーいって来た。その中で傭兵集めたんですよ。はいって言うてるけど、家康自身は海外へ傭兵奴隷として売るんですよ。それが、タイの書物に、はい、50何名入ってあるんですよ。ちゃんと。記録に。傭兵奴隷として。だから、喜んで言ってるけど、あ、書いた。195や。195席あるんですよ、これ。タイだけで36回行ってるんですよ。他にもいっぱい行ってるんですよ。わかります？言ってること。いかに家康が力を入れとったからなんですよ。こんなんほとんど知らんでしょ。嘘やん。ものすごい儲けてるんですよ。それはなんでか言ったら、スペインの断られたやつが、銀の生成の仕方を教えて、みたいな。いやいや言うて。くそーみたいなのがあって、小石なんとか手に入れへんかなみたいな。で、女王入ってて、よっしゃみたいな。だからそんなん、出島だけちゃうの？ちゃうちゃうちゃう。全然ちゃうからね。こういうとこが歴史の面白いとこなんですよ。でしょ？なんで1604年に勘合貿易やねんみたいな。勘合貿易はなんてもっと後ですからね。もうそれは言うけどね。で、一門シャムへ36回。スペインの艦隊2回破った。これ買ってね、シャム王女と結婚って書いてあるのはね、日本の本ですわ。日本がそれを書いて、シャム王と結婚して後王さんになった。でも、アユタヤの記録ではないんですよ。シャム王と山田長政が結婚したってないんです。でも日本のは書いてあるから、シャム王と結婚して、みたいな。いや、僕は、こういう時喋る時に、オランダの記録、オランダがアユタヤに残した記録から喋ってますからね。アユタヤ王女の国王、小石、鉄砲の海軍なんですよ。鹿川、サメ川、刀の杖なりでしょ。浪人やキリさんが新天地求めていくんですよ。もう戦いもないんやし、みたいな。で、1620年。ガシャになるんですよ。要するに18年とか20年ぐらい買ってあげたでしょ？このスペイン艦隊。それで、日本人町の3000人ぐらいおるボスになるんですよ。3000人やけど、その、傭兵自身はもっと少ないでしょ？日本人町ですよ。で、日本でもして、1621年。わかります？スペイン、ポルトガルが、マカオ、オランダに勝つんですよ。マカオってでしょ？マカオはオランダも来てるんですよ。それをスペインとポルトガルが撤退するんですよ。貿易邪魔になるから。日本は乗っ取られたでしょ？日本。うまいこと。わかります？オランダは日本すごい独占してましたから、出島に来ててみたいな。それをさせんように。スペインとかポルトガルがふざけんな。オランダあっちゃいけ。あっちゃいけ。言ってんのけもにされるんですよ。だから21年でしょ。鎖国ってもっと、1630年の俺は全部アウトなんやけどね。みたいなことなんですよ。で、で、次。家康の凄さね。家康王国の野望なんですよ。さっき言ったように、これ、朱印船。190、165、あ、さっきのも190だったね。なんか、俺が間違ったのかもしれんわ。165、まあ狭い、ちっちゃいようにしとこうか。まあ書物によって違うかもしれんけど、結構書いてるやつがあるということですよ。俺が間違ったかもしれんけどね。で、関ヶ原11番、義勇兵、殺人軍なんですわ。殺人の兵士、奴隷、殺人の奴隷いりませんか？喧嘩するん。喧嘩強いでっせ。喧嘩強いでっせ。なんでか言ったらね、他、オランダとかスペインとかおってんけど、やっぱりね、宗教とかあるところっていうのは、あんまおらんないんやけど、いや、とか、公衆がなかなかしにくいのあったんですよ。
なんか名目上なんか、みたいなのがあって、日本人は関係ないわ、みたいな。金になるんやったら殺したら、みたいな。だからすごく重宝されたんですよ。で、1604年から16年の間に、165席ですよ。すごいですよ。最多がシャム36回。で、その同時進行して、駿府城移動計画。1635年、朱印船貿易終了。なんでか、16年に家康亡くなってるでしょ？秀忠は23年まででしょ？でも一応家康の言うことは聞いとかなあかんやで、23年。死んでもた。24年から51年まで、家光ですよ。そしたらもう別にええわ。そんなあの、植民地野望なんて家光ないからね。だから終了するんですよ。朱印船貿易おしまいみたいな。わかります？ほんで、海外渡航禁止みたいな。この時はもう禁止みたいな。これ35年ですよ。39年に南蛮貿易は終了なんですよ。ただし、どこだけ？オランダだけ丸でしょ？ポルトガル船来航禁止です。これをもって、官営の鎖国。1639年、色咲くで、色みんな、島丸の乱があって、みたいな。あの、覚えてます？知恵図で、言うて。星名正幸の2年前ですよ、これ。ちょうどもう同時期ですからね。同時に家康はやってるんですよ。内政は知恵図に任して、秀忠に任しといて、外交。これ同時進行ですよ。ちゃんとやってるんですよ。ほんで、1612年、キリスト教禁止ですよ。キリスト教禁止やのに、なんで長政行けてんでしょ？キリスト教禁止、海外行ってんですよ。13年、キリスト教禁止、全国に、12年の禁止はね、直轄領ですよ。天領ですよ。自分らが力をどこで保つんですよ。キリスト教禁止やぞ。オーケー、翌年、日本全国、キリスト教禁止やぞ。って言うときながら、12年に山田長政、禁止とちゃうのみたいな。これまた後やけどね。義勇団で売るから、奴隷。13年には山田長政ですよ。大名ですよ。長谷倉綱中で、みたいな。おかしいやろ、みたいな。でも誰もこんな言えへんでしょ。ちょっと長谷倉に言ってみましょう。で、これで、要注意。1612年、山田長政、長崎から出たでしょ。13年に長谷倉綱中、石巻から出てるんですよ。家康は、たった2年、5年に、比叡山に出てるんですよ。5年から23年。23年から50、だから、家光の時に全部やってるんですよ。39年とか。奉納してるでしょ？奉納。これ奉納ですよ。奉納するってどういうことか言うたら、うまいこといきましたよ。貿易めぐっていきましたよ。なんとかめぐっていきましたよ。の報告なんですよ。これも単独で言ったらする必要ないんですよ。それをリゴール王国の王さんも認めてるいうことなんですよ。結果ありきやから。このリゴール王さん、すごい認めてて、みたいな。でもここにライバルがおるんですよ。ライバルね。それもちょっと言うけどね。で、そのライバルがおって、頑張ってて、みたいな。で、この時にね、日本っていうのは、息子が継ぐでしょ。でも、タイというのは弟が継ぐんですよ。まあそうなって、今知らんけどね。その当時はちゃんとそうなってるんですよ。だからその、自分とライバルね。ライバルのやつは、私は日本人にね、リゴールの王さんに言うてくれ。ね。後継ぐのは日本は、長男が継ぐで、みたいな。じゃあなんで、その、ライバルは頭すごい言えねんけど、そうしたかって言ったら、その息子は頭パパラパなんですよ。ということは、傀儡政権で思う通りになるでしょ。だからそんなん何も知らんから、あ、日本もそうやから、リゴールの王さんに、長政自身が頼むんですよ。日本はこうやから、ね、弟よりも息子の方が縁違うか、みたいな。わかった言うたら今度弟が怒るんですよ。で、弟が怒ったやつを、その、息子に協力して、右手のやつが頭ええしね。弟殺しちゃうんですよ。わかります？どういうこと？で、この弟は、
こう頑張ってやねんけど、弟もひどいことばっかりするんですよ。見たからなんかやっちゃえやっちゃえやっちゃえみたいな、まあしゃあないなしゃあないな言うて、周りから頭ええから、あんたが大将になってや、あんたが大将になってや、そうか言うて大将になるんですよ。それも最初大将にならんと、この弟のもう一個弟、ちっちゃいですよ、をするんですよ。傀儡政権ですわ、要は。お父ちゃん、何も言われへんみたいな。その時に、長政は、ふざけんなや、みたいな。自由にすんなや、言う時に、内乱が起こる、残ってる、ここへね、派遣させるんですよ。ここへ行ってくれ、みたいな。あれ、ここへね。ここへ行ってくれみたいな。その代わりに、その代わりに国王にするからみたいな、ないな。あれ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 書いてへんの。地図のなかったかな。お、地図、お、絶対入れてるはずやで。えい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 、あれ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 、あった。このね、このパタニーっていうとこ。で、このリゴール。このね、アユタヤからこのリゴール。え、王さんとして言ってくれ。王さんですよ。で、山田長政は、やっぱり王さんかい。俺、ここの統治家のとこある。え、王さんみたいな。これ29年に王さんで行くんですよ。で、30年に死ぬねんけどね。な、この頭ええやつ。以前におった王さんおるでしょ。王さんは呼び戻すんですよ。お前もアウトやからって。で、そいつに言うんですよ。お前が山田長政殺したら、もう一回王さんにしたろ、みたいな。でも、山田長政も、意識してるから、もうこの、絶対こいつがおかしい、みたいな。言ってますが、だから若い王を国王にして、貴様が、補佐することを私は願ったはずやのに、なんやねんみたいな。全然ちゃうやないかって、こいつが反乱しようとすんの。だから、そのボスは殺そうとすんの。で、ただ普通殺すんやなしに、いやいや、こっちは王さんで行ってくれ、言うて、王さんから言われたら何も言われへんや。で、ここの王さん行くわけ。でも、ここの今言われた、元、ここのボスは、山田長政が分かってるから気をつけてるから、いや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 、その時も王さんやからね。でもここに弟があるんですよ。この王さんの、この敵の前のボスの、その弟が長政と仲ええからね、このパタニーとで喧嘩すんねんけど、7日間で収めるんですよ。やっぱり日本怖いに知ってるから、少ない兵力でええーみたいな、たった7日7日でかいみたいな。でこういうことが起こんねんけど、でその時に怪我するんですよ。そして弟が怪我しとって、ある日こうしとって毒を塗るんですよ。そして死んじゃうという物語なわけ。でもそれはね、美化されてるかもしれへんの。いろんな説があるから。それは今日本が山田長政を呼んだ時に出てくる物語が大半今俺が言うたやつ。今言うた物語よね。山田長政を英雄にするために。でもその悪いやつみたいやけど、タイではそんなに悪いやつじゃないわけね。27年間当時してるからね。みたいなことも置いとってほしいね。だから今日はいろんなこと言ったかもしれんけど、日本義勇軍、要は殺人奴隷としていりませんかみたいな、家康がやってるやつ。11万おる。そのうちなんぼかでいねんから。何百人でいねんから。そらおるわ、絶対に。だから家康ってすごい野望やな、みたいな。植民地すごいな、みたいなことを分かってほしいね。リゴールな、俺わずかたった 7日間で征服したみたいな、もうすごい焦んねんみたいな感じな。だから若いを王さんにするのはお前が傀儡政権にするために違うやろみたいな、みたいなことやねん。でこれシャムの国王と秀忠国書を送って、駆け足送ってるからこそあれをしてんねんか、奉納してんねんか、エマ奉納したりしてんねんか。当然ここだけど、小屋にこの間とかも建物持ってんのが義勇軍でありながら商人でもある山田長政よね。
それみんな大手あんま出てへんやんか。だからね、孫太郎の弟対孫太郎の息子みたいな。だ本来はここやねんけど、悪者はこっち味方で、当然長政も日本がそうやからこっち味方するやんか。な、もう起こして殺してしもて。で、ちょっとえぐいやり方して、周りからそれはひどいすぎるで、言うて、そうか、言うて自分になるみたいなね。義勇軍が隊長を務めてっていうのは、スペインやっつけてみたいになったりするから、みたいなね。ね、カゴ、カキをしました、みたいな。みたいな物語やから、今日は、だから、郷土史をやろうと思っといて、ああ、また、俺見て。お金作ってんねん。どういうことか言うたら、これ、山田ラマサが、シャムで作ったお金やねん。こんなん自分が作れるわけないやんか。これはどうしようとしてたん？植民地化しようとしてたん。なんでやった室町時代に、お金を、こう取ったからね。幕府が。民から。お金を、こう取ってんで。それを、いや、反対されてどうこうとかあってんけどね。だから、海外で自分らが作っとったん。みたいなこと、報道されへんやんか。そんなことも頭。これは、だから先の、南の方まで崩れてへん。お城が今でも残ってるところな。で、今ほら、言ってないか。ここへ横付けして、みたいな、これ城で。寸布に作ろうとした新しい城。幻のお城やねん。幻の川辺の城とか言ったらろ、これ想像図。これ日本のなんか、東大かなんか、だから学者さんが書いてんやと思うわ。で、この絵に作ろうとしとったみたいなね。これ、仏像買って、ビルマから来て全部首切ってみたいな。これ、木やで。木の中にビル、像があるとか。全部首切ったりとか、みたいなな。首切っ。これが絵馬。だから結構年間いながら面白いみたいな。190。で、これ195円。これ書いたのな。でもあれ165円。だから文章によってそれ分からへんかもしれん。俺が間違うてかもしれんけどね。で、衆院選みたいな。いやけど、これはうまいこと、植民地区を作るための、家康の作戦やったっていうことを言いたいわけ。表には見えへんけど、みたいな。だからそれが、家康の野望。植民地化のために、お金はどうするか。そしたら、日本で、殺人の奴隷として売っとったら、そいつらも、家康のおかげでできてんねんから、もし家康が一声かけたら、絶対そこも味方してくれるやん。ってことは植民地化するのも簡単やろ。戦争起こさんでも。みたいなことを考えとってん。だから家康の作戦って、すごい理にかなってるし、戦争で勝ちたいから、殺人マシーンやん。を奴隷として売んねんで。すごいと思えへん。その代表は山田長政やことやねん。ちょっと味方変わったやろ。こうやって歴史見たらすごい面白いね。で、今日はね、今言う、チェンマイ親父がタイ。だから、あ、郷土もやろうかな、みたいな。で、から静岡出身やから、あ、そやそやそやと思って。これ、ね、で気づいたらちょっと歴史っぽくなったけど、切り口考えたら面白いやろ。だから、みかんちゃんいっぺんな、調べてほしいねんか。駿府城が、ひょっとしたら、川田の近くへ来る計画があったんかなって、誰かに聞いたらいいね。その長政資料館の人がおるかもしれへんやん。で、いやいやいや、言うかもしれん。徳川資料館に乗ったら、そんな調べてほしいね。チェンマイ王子はチェンマイ王子で調べてくれたらええね。だから、そういうのなんかすごい楽しいやんか。だから、同じ郷土愛とかどうこうでも、見方変えることによって全然違うねんか。だから今日は、だからこれ俺今日も、どっちにしようかなと思ってんけど、両方とも書いてるやろ。あれ？二個書いてるやん。ほら、一個、二個やからな。両方ともちょっと、どっちも言いたかったからみたいな。だから今日は、見方を一つ変えたら、歴史がガラッと変わって見えるよ。イエスが植民地化政策なんて、イギリスやスペインやポルトガルじゃあるまいしってなれへん。これもやっぱり参考にしとって。今日はここまで。じゃあ、ありがとうね。バイバイ。あれ？